どうもズーマーです。この配信は耳で楽しむバトロワコンセプトにお届けしております。皆さんおはようございます。今日は土曜日ですね。今日もちょっと朝の更新ということで朝に配信しております。で、今回なんですけども、いつものバトロワとはちょっと違うくて、新しいモード40人であるやつにちょっと遊んできました。なので今回は結構ゆるゆるな回になると思います。で、まあ40人のやつなんですけど、多分パーティー組んでいくと思うんですが、ちょっとソロで行ってきました。ちょっとね、どんなもんなんかなということで試しに行ってみた感じですね。で、まあ行ってみた感想としては、まあこれってあれですよね、範囲が狭いから結構接敵しやすいみたいな感じのバトロワーですよね。まあ結構練習になるかなと思って試しに行ってます。で、初手はファームに降りてます。で、周りには敵がいなくて、結構みんなパイプラインとかそこら辺に降りたんじゃないかな。で、これあれなんですね、アップグレード落ちてるんですね。なんか取りに行くとかじゃなくて普通に落ちてました。で、今回メディックを使ってて、早速ねメディックをアップグレードすることができて、回復もねスムーズになったっていう感じですね。で、なんでメディックを使ったかというと、まあ1対4ということで、で相手にもねすぐに接敵するということで、回復が1人だったらね、回復がとにかく必要なんじゃないかなと思ったので、回復時間を短縮できるメディックを選んでおります。で、結構いい物資も落ちてるんですよ。なんか普通にベストとか金武器とかが落ちたりしてて、で今 BK の金武器拾いました。で、 BK なんか余談なんですけど、あなたのための武器みたいなあるじゃないですか、ショップのところの。あれが今僕 BK 着てるんですよ。スペースレースだったっけ、なんかそんなの着てるんですけど、あれかっこいいっすよね。うん、あれいいなぁと思ってね、いいなぁと思いつつもね、なかなか手が出せないというところですね。皆さんは何の武器というか、どのレジェンド武器が好きですか、どの武器がお気に入りでしょうかね。もしね、僕もねもっと余裕があればBK のスペースレースをね取得したいところだったんですけど、ちょっと今回は諦めたいと思います。はい。で、今ある程度物資が揃ったので移動しております。で、アンチが高級住宅そこら辺なので、とりあえずパイプラインに敵いそうなんで、パイプラインに向かいます。これってスノボーないんですかね、なんか見た感じスノボーないので、もしかしたらないかもしれないですね。さあ、パイプラインのところにやってきました。今は BK と B ゾン持ってます。あー、銃声聞こえますね、やり合ってますね。ここはちょっとクラスターボムを投げて、宣戦布告をしましょう。クラスターボムちょっと自分に当たった、ちょっとだけで。メディック耐えてるので、ここは1枚やります。ここでワンキル、味方はいるはずですね。今ダメだったんで。あ、ポルターガイストですね、相手は。ポルターガイスト、やっぱ見えますよね。で、相手はポルターガイストなんですけど、ここも一発も打たさずに倒すことができました。おそらく相手はデュオスク的な感じで来てたっぽいですね。お名前も一緒な感じだったんで。ポルターガイストね、なんか修正されたのかなと思ってたんですけど、やっぱり赤い点見えますね。うん。さあ、パイプラインにはもういないっぽいので、高級住宅ら辺に向かいますか。今パイプラインを出て高級住宅に向かってる途中なんですけど、左の小屋ら辺に、左にあるポツンと立ってる小屋ら辺に向かっております。そこでね、KN の銃声がしたんで、おやおやと思い見に行っております。でもいないですね。うん、見当たらない。あ、で、そう、今日というかこの回なんですけども、このバトロワの違うモードをやってるので、いつもは20分ぐらい配信があると思うんですけども、今回はちょっと8分間というちょっとね短めになっております。約8分ぐらいかな、10分ないぐらいだと思います。でも理想的にはね、ラジオ配信って長すぎても、なんかながらってなった時にいろいろやってることがあると思うので、10分ぐらいがいいなとは思うんですけども、どうしてもね普通の通常バトルはやったら20分ぐらい1試合かかっちゃうんですよね。まあ20分でうまくその調整をしていただければなと思います。まあショートバージョンどうだったか、また感想を聞かせてください。で、銃声あったんですけども、敵がいないんですよね。多分ボットなんかな、あれか、ちょっと道路のとこに
いましたね。あれやとしたら何も気づかなかったな。で BK もちょっと修正入ったっぽいですね。ちょっと強化されたっぽいです。さてエアドロップが落ちてきてるので、ちょっとエアドロップを取りに行きますか。高級住宅の道路のとこにエアドロップが落ちてるので、ちょっとキャンプ側を意識しながら、あ、高級住宅いますね。できで、ここまず倒して、まだいますね。当たらない、当たらない。おお、こうやってダウンさせることができました。ここね、ちゃんと角切りを入れてね。あ、一応バイクとかはあるっぽいですね。車両はあるっぽいです。スノボもあるんかな。さあここで、フェネックを拾っていきます。あ、ここいますね。これはボットさんかな。でね、昨日フェネックの動画出したんですけども、やっぱりフェネックはもうおかしいですね。強すぎますね。うん、フェネック環境になることは間違いないかな。あ、ここで敵いますね。ここもフェネックでやっていく。あ、でも結構ボットが多いかも。あ、全然当たらん。いや、BK のアイアンサイトが全然当たんない。いや、ひどいな、これは。え、本当に弾抜けとるんかなっていうぐらい全然当たりませんね。ちょっとこれは困った。詰めますかね。いつもだったらスノボでシャッと詰めたいところなんですけど、今回詰めれなスノボないんでね、フェネックをもに持ち替えて詰めてます。で、今ジップがあるところ、あの大きい家があるじゃないですか。あ、ここら辺のとこまで来てます。あ、そしたら敵いますね。これはプレイヤーだ。あー、危ない。ここはギリギリ打ち勝ちました。ね、メリックなんでね、アドレナリン打ってもすぐに回復できます。で、ここで角入れて、あ、まだいますね。あのコンテナの上にボックス置いてある家あるじゃないですか。あ、ここに敵がいたので、ワンコロ出してきたんで、まずワンコロを倒して、で、アーマーちょっとやばいんでアーマー回復します。おー、と思ったら左が、後ろに敵がいた。で、ここも倒していく。おー、結構挟まれてますね。今スノボーボーマーが行って、で、さっき倒した相手のところにも敵が来てて、ここも倒していく。あと2人ですね。スモーボーマーの相手ですね。ここはやっていくことができました。ちょっとやばいんで、メディックで回復します。あ、撃たれてると思ったら後ろか、後ろから撃たれてます。ここもね、撃って弾数少なかったけど倒して GG ということで、今回もありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントもお待ちしておりますので、どしどしお願いします。それではまた明日。